ミーパンパパ生誕記念スペシャル、はい、ということで皆さんこんばんは。日向坂46の佐々木美玲です。本日は皆さん見てくださりありがとうございます。たくさんの方がもうねスタンバイしてくださっているみたいで嬉しいです。はい、最初ミーパンパパ生誕と言いましたが、実はね、今日なんと私のお父さんのお誕生日なんです。わーい、おめでとう。どうだろう、見てくれてるかな。私の写真集、ファースト写真集が12月17日、私のお誕生日の日に発売なんですけども、その解禁日である今日はなんと私のお父さんのお誕生日です。すいません、すごい自分のことを言ってしまいましたが、なんかご縁を感じまして、なんか嬉しいなって、今日一日ハッピーな一日になりそうです。はい、ということで本当は日向坂46佐々木美玲のファースト写真集発売記念スペシャルです、今日は。はい、これですね、今日の、ハッシュタグを決めてきました。こちら、最初くまみーぱんにしようと思ったんですけどやめました。今日という日にしか使えないと思いまして、今日はせっかくお父さんのお誕生日なので、ミーパンパパおめでとうね、皆さんぜひつぶやいてください。嬉しいと思う、私のお父さんが喜びます。嬉しいです、ミーパンパパ。はい、これでぜひつぶやいてみてください。今回は私佐々木美玲のファースト写真集が12月17日に発売されることが決定いたしましたので、写真集のお話をね、今日はいろいろ皆さんにお話できたらなと思いますので、楽しんでいきましょう。わーい、今日は平日ですかね。皆さんじゃあお仕事終わったりとか学校終わって見てくださっているのかな。一日お疲れ様です。そしてご飯まだ食べてない方は食べてください。食べながらでもいいですし、喉に詰まらせないように気をつけて。はい、で私の写真集の公式 SNS X と TikTok もオープンしたんですよ。嬉しいですね。あとね、特設サイトまで作ってくださっているんです。驚きました、私知らなかったです嬉しい。もう本当に皆さんがね、もう愛を込めて今たくさん準備してくださって、こうして皆さんにお披露目できたので、なんか今日が終わりではなく、やっとスタートできたということで、はい、発売まで、そして発売してからもたくさん盛り上げていきたいなと思います。はい、こちら、写真集公式 SNS あっと、これパンちゃんブック、私が考えました。何がいいかなと思って、インスタグラムもパンちゃんグラムでやってるので、はい、パンちゃんブック、これで検索してみてください。 X と TikTok があります。 TikTok は珍しいですよね。いろいろ動画も撮っていってるので、これから解禁されるのかな、お楽しみにです。はい、ではでは、そうだ、このショールームをさ、皆様が見てくれてると思うと、もう感謝の気持ちでいっぱいなので、皆様にプレゼントをご用意いたしました。画面のカートボタンを押してショップルームにて写真集を予約していただくと、特典として、ねえ、これ限定ポスターとしてね、これをプレゼントいたしちゃいます。嬉しい、ちょっとこれ私も欲しいの、かわいいでしょ。これクマと言います。犬ですけども、クマです。うちの子4歳かな、5歳かな。この子はね、日向坂と同い年なんですかわいい、かわいい。このね、なんて言うんですか、蝶ネクタイとお洋服は別売りでして、私が選ばせていただきました。衣装もね、すごく迷いまして、2、3着購入してどれがいいかなって迷って、はい、これも私がコーディネートいたしました。かわいいでしょ。こちらは日本で撮影させていただきました。写真集はベトナムのダナンというところで撮影したんですけど、こちらは写真集には掲載されてないショットカメラ
写真になります。はい、だからすごい激レアな、私もこうやってポスターに使っていただけるなんて思っていなかったので、ちょっと私がゲットして家に飾りたいなって、こんなに素敵に撮っていただいたので、もう素の私ですよね。ほらかわいい。夏にね撮影したからね、あのベロをしまうことできなくてね、これでずっと全部ベロ出てる写真なの。かわいいでしょ。なんか親バカな配信になっちゃいましたけど、あ、今日ねあのショールーム配信する前にお家でくまさんにインタビューしました。あの本日ショールーム限定の、あのポスターにくまさん出演されますけども、どんなお気持ちですかって聞いたんですよ。そしたらお尻向けてきました。つまらない話でも本当にあのうちの子かわいいんですね。え、本当にかわいいでしょ。あのすごい話長いよね、ごめんなさい。でも語らせて、これだけは。チワワなんです、こう見えて。はい、結構柴犬、豆柴に間違われたりするんですよ、お散歩してても。でチワワっていうとすごく驚かれる。すごい筋肉体質なのか脂肪がついてしまったのか、どちらかわからないんですけど、ムキムキで、はい、この眉毛がポイントです、クマちゃんの。はい、ということで皆さんぜひ、あのこの特典はこの配信のみですので、お早めにぜひゲットしてみてください。あのね10時までねやってるみたい。ぜひ、いやー、一緒に配信嬉しいです。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで、じゃあ写真集のお話をしていこうかしら。はい、今回改めてね、12月17日私のお誕生日にファースト写真集を発売することが決定いたしました。もう本当に嬉しいです。この発表ができるってもうずっと前から知っていたので、3ヶ月ぐらい前かな。だからもう必死に数えてたんです。あのなんだ、カレンダーとか見て、あと何週間だって、こう下に行って行ったらさ、何週間って分かるわけじゃん、今日から数えて。あと結構もう3ヶ月前からあと2ヶ月、あと1ヶ月とかずっと数えてて、もう3日前ぐらいからはもうすっごい遠足のように楽しみにしてて、はい、やっとこうやって、なんか今日発表したって思えないぐらい、結構前発表した気持ちです今。それぐらい、なんだろうなんかよく分かんなくなっちゃったけど、なんか とにかく嬉しいです。はい、こうやって、なんだろう、日向坂、ひらがなけやきから日向坂になって、で約何でだろうな、8年か9年目なのかしらね、8年目ですけども楽しくやらせていただいておりますけども、こうやってね初めて写真集は発売できるってなってすごく嬉しいです。はい、嬉しい。早くだから皆様に見ていただきたいなって思います。聞いた時の感想、わ、やっとできるって。やっぱりずっと写真集はいつかは出してみたいなとは思っていたんですけど、やっぱり最初はちょっと抵抗な気持ちもあったんですよ、もちろんね。あのランジェリーとか水着とかもありますから、いやちょっと恥ずかしいかも、私できないかもと思ってたけど、今はもう 100% 撮ってみたいなっていう憧れがあったので、こうやってお声をいただいて撮影しに行って、すごく嬉しい気持ちでいっぱいでした。だからもう家でポージングを練習したりとか、あとはジムに通ってみたりとか、いろいろ準備をして撮影してきました。でもう現地に行ったらもう何もなし、楽しむっていうのをテーマに、楽しむっていう気持ちで行ってきました。でテーマがあるんですよ今回、これも自分で決めたんですけど、キラキラハッピー、キラキラがカタカナで、ハッピーがひらがなです。はい、これもこだわっておりまして、なんだろう、私の人生の生き方のテーマもキラキラハッピーなんですよ。なんだろう、嫌なこととかがあってもポジティブに、で毎日を楽しく生きてたら周りにも伝染するし、そういう生き方って素敵だなって私も思うので。それを心がけて生きているので、この写真集は本当に
私笑顔のイメージが多分やっぱ強いと思うんですけど、もうその存分に満面の笑みがたくさん詰まっている写真集になっています。でキラキラハッピーを見てくださった皆様も少しでもなんだろうハッピーになれるようなあの写真集になってるんじゃないかなって。いつもの笑顔の私もいますし、ちょっとおしとやかなね私もいますし、そういろいろ挑戦しました。水着だったりランジェリーだったりね、ちょっとキャーって思うところもあったんです。私も撮影の時思いましたよ、恥ずかしかった、超恥ずかしかったんですはいはい、本当にあれは頑張ったなって思うので、ぜひそちらもねいつかは解禁されるのかな、されないのかな、わからないですけども、はい、楽しみに待っていただけたらなと思います。はい、でロケ地の話、ベトナムのダナンというところに行ってきました。皆さん知ってるかな、ダナンはねちょうど私ノンノのそれこそ SNS の撮影した時もどこの国行きたいですかって聞かれた時にダナンって答えてたんですよ。でもともとプライベートで行きたいなって思っていた場所にこうやって写真集の撮影で行けるってなってすごく嬉しかったです。すごい落ち着いているけどちょっとアットホームな感じもあって温かみのある国でした。とっても私は好きだったな。撮影の感想、背景がとにかく映える。やっぱり海外で撮影しましたし、海もちょっと日本とは違うキラキラ加減だったり、日本ももちろん綺麗ですよ、でもなんかまた全然違うじゃないですか。日本の中でも景色って全然違うし、海の色とか、だから日本を飛び越えて海外に行ってなんかちょっと旅行に行った気分にもなれるのかなって思います。いろんな場所に行きました。ちょっとアジアっぽいところだったりヨーロッパっぽいところだったり、プール、あ、言っていいのかな、わかんないですけどプールとか海だったり、はい、いろんなところ行ったのでそちらも楽しんでいただけたらなって思いますし、あの背景も映えるし、あのファッションとか、あの何ですか、おメイクも可愛く仕上げていただいたので、それもぜひ一緒に楽しんでほしいなって、もうとにかく楽しかったです。もうとにかくいっぱい笑ったし、いっぱい食べて、いっぱい撮影して、結構素に近い私がたくさん写っているんじゃないかなって、もう私もとにかく楽しみです。完成見たいです。はい、見たんですけど見たんですけどね。なんだろうな、ハプニングはあった？って、ハプニングか、ハプニングあったのかな。ハプニングも楽しみですよね、旅行もね。ハプニング、あ、ありました。海行った時に暑いんですよ、ダナンって、すごく。でその砂場も暑すぎてビーチサンダル脱いだ時に火傷するかと思いましたなんか普通の話しちゃったけど、それぐらいしかありません。そうだな、あとは暑くてマンゴースムージーをひたすら10分おきぐらいに飲んでましたね。とにかく暑いし、湿度もすごいあるので向こうは、なんか日本とはまた、今年暑かったじゃないですか日本でも、それとはまた違う暑さ、蒸し暑いっていう感じでした。はい、でも好きだったな私。だからダナンに行ったおかげで今年の夏すごく外出できました。夏が苦手だったんですよ私、あまり外出できなくて夕方から行動するタイプだったんですけど、今年はいっぱいいろんなとこに出かけましたね。日中も熱中症で倒れなかったって、全然大丈夫でした。はい、みんなであのすぐにマンゴースムージー飲んでとにかく本当に飲んでたんです。一番食べました、食べ物の中で、飲み物ですけど飲み食べの中で一番飲みました。はい、何月に撮ってたの、何月だろう、今年です、今年に撮りました。ハッピーよ、
泳いだって、そんなガチでは泳いでないんですけど入りました。ちょうどいい気温でした。暑いからね。どれくらい前からダイエットしたのって言っていいのかな1ヶ月前ですだからありのまま、ありのままのみーぱんが見られるはずです。ちゃんと期待はしましたよ。ジム行ってすっごい、もう週に2、3回、3日に1回のペースぐらいで行って、もう密集して、密集っていうのかな、集めていきました。徹底的に、徹底的に。日本語って難しい、すいません。今日なんか単語単語で喋る日だみたいです。いつもですけど難しい今日は。そうだから鍛えて、じゃあ私のお腹に注目だけ言ってきますね。はい、普段よりかお腹がとにかく締まっているって思いました。私のお気に入りの一枚があるんです、お腹の。それを早く皆様にお見せしたいです。あとは何だろう、ベトナムで何食べた。フォー食べました。やっぱりパクチーが、やっぱり現地はとにかくパクチーとミントが、葉っぱがいっぱい出てきて、ご自由にどうぞみたいなお皿があって、私はパクチー2年前ぐらいから食べられるようになって、はい、いっぱい入れました。美味しかったです。あとライスペーパーをに自分でこう包んで、生春巻きみたいなのも食べたんですけど、それも美味しかった。全部美味しかったな。あ、いっぱい読もうと思ったけど他にも、あ、でも同じことだな。ロケ地の人々との触れ合いはありました。これも言っていいのかな、これも、じゃあちょっとだけね、いいかな、わかんないけど、はい、あの現地の方と果物を売ってらっしゃって、それを買わせていただいたんですよ。で、買う前にこれいいよ食べてみって言って、ライチかな、いただいて、めちゃくちゃ甘くて、やっぱり南国じゃないですか、果物がとにかく全部甘くて、で一口っていうか、この一粒いただいて美味しくて、買ったらもうこれもいいよこれもいいよって言って、たくさんビニール袋に入れてくださって、でなんか言語は全然違いますけど、こうやって言葉なしでもコミュニケーションって取れるんだって思って、キラキラハッピーになりました。はい、すごい。そのショットも実はあるので、はい、それも見てほしいな。満面の笑みです。はい、すごい温かかったですね。皆さん全部喋っちゃうねって、確かに危ない生配信ですから危ないみーぱんは危険こんなこと言う人いないですよね。まあまあまあ、あ、すごいいっぱいコメントくれてる。ハッピーは今日世界共通。そうですよ、笑顔でいるとさ、やっぱり伝染するって言いますからね。辛い時こそなんかハッピーな人と話してみるとかね、共有したらちょっと心軽くなりますから。あ、そうなの、そういう時こそこの写真集を見ていただきたいなって私は思いました。なんかやっぱり日々お仕事とか学校とかでも辛いことあるじゃないですか。でそういう時にやっぱ沈んだらもうそのループになっちゃうじゃないですか。でもそういう時に無心でさ、こうやって、まあ、写真集でも見るかって気持ちが乗らなくてもね、見ていただいて、なんかちょっと心軽くなったなとか、そういう気持ちになっていただけたらいいなって思います。はい、そうだな。ハッピーの具現化見れ、イエイ大人みーぱんって、そうよ、大人みーぱんもありますから。はい、じゃあいっぱい、あ、そうだ、このポスターね、先ほどあの紹介させていただいたんですけども、まあもう一回言っとくと、途中から来た皆さんはわからないから、あのこのショールームを見てくださった皆さん限定でね、画面のカートボタンを押してショップルームにて今回写真集を予約していただくと、この限定ポスターがついてくるんですけども、はい、ぜひ皆さんこちら22時まで行けるので
くまちゃん、うちのくまちゃんとのまた同じ話できそう聞きたいですかこれは私が選んだの。蝶ネクタイとお洋服で暑かったから舌が出ちゃいました。これ要点まとめてます。さっき言った話ね、かわいいでしょ。これチワワです。クマっていう名前だけど犬です。はいはい、こんなポスターがついてくるんですけども、あの話したいのはこれじゃないの。あのポスターにサインとかメッセージを入れた方がいいか、急にアンケートをしてみたいと思います。なんかね、アンケートができるみたいよ。どう？あのサインとか投票1がじゃあアリ、サインとかメッセージありで、2番がなしになります。で、あのこれはみーぱんが手書きしたものをプリントして、はい、皆様にお送りいたします。はい、どうだろう、投票スタート。え、どうだろう。でもさ、みーぱん的にだよ、みーぱん的にはなんか意外にこのシンプルでもいいのかなって思ってしまう自分がいる。え、あった方がみんないいのかな、どうなんだろう、教えてください。素直な気持ち隠さないでいいの。思ったことボタンを押せばいい楽しいよね。お、終了まで5秒だって早っ。5、4、3、2、1、0、おしまい。え、どうだろう、出てくるのかな。あ、う、結構圧倒的だ。1欲しいが 90% でした。じゃあ書こうかしら。サインとメッセージ、え、どう思いますか。それもサインだけの方がいい、でもメッセージも欲しいか。せっかくねこうやってゲットしてくださるので、限定のポスター、何書こうかな。落書きしたい。なんかここにこう耳書いちゃったりして、クマに何か、なんか落書きしたいな。ここにプリクラみたいに落書きしたいです。私ここにクマミレイって書いて、ずっとも楽しみ。ちょっとあの何書くかはねお楽しみなので、ぜひ皆さんあの届くまで待っててください。ちょっと楽しみにしております。私も楽しませていただきます、落書き。はい、じゃあぜひ待っててください。お決まり、楽しみ、かわいい。はい、ではでは続いてはこんなことをやりたいと思います。先行葛藤解説。はい、はい、結構私今饒舌ですよね、ずっとね喋り続けてる。でも私ってこういう人です。はいすいません、楽しんでいってください。では解禁された先行カット3枚あるんですけど、今日どうだろう、見てくださいましたかね皆さんも。あのまず1枚目を皆さんにね、どれからにしようかな。じゃあこれにしよう、スイカ。スイカの私、これはね、私が行きたいってお願いしたカフェに行ってきました。ちょっとなんだろうな、ヨーロッパ風な真っ白い建物を基調とした、建物2回言ったな真っ白いね世界が広がってまして、ここだから、すごいなんだろう、そこだけ違う空間に来たような気持ちになりました。そこでこのね水色と白のワンピースを着させていただいて、スイカジュースをいただきました。スイカジュース私なかなか飲んだことないんですよ、人生の中で。でも南国なのでちょっと映えますし、飲んでみようって思って注文したら、すっごい甘くて美味しかったです。でこれ私使われると思ってなかった。本当に素でよくプライベートでもやるんですよ、なんか口とか言って、その、はい、ショットがこうやって先行カットに選ばれました。嬉しいです。素だね、これもね、ミーパンの素です。美味しかったな。で聞いてください、これ撮影日が確か初日だったんですけど、これを撮った10分後15分後ぐらいに
ドカーンってなりまして、何だと思います？そうです、雷です。雷が鳴ってきて、すっごい雨降ってきて、もうその日はここで撮るの終わったんですけど、ギリギリいろいろここで撮影する分は撮れて、でも初日だけだったんですよ、その大雨は。で他は快晴で、はい、迎えられましたけども、唯一この時がね大雨降りました。私雨女なので、はい、持ってきちゃいました。すごい雷雨でしたね。ギリギリ撮れた。だからちょっと曇ってる正直言うと正直言っちゃった。はい、そんなショットになります。ショットって言うのかな、わかんないけど、まあいいか、まあミーパン語ということで。はい、ではあ、カット、ああカットです。はい、そんなカットになります。あ、しっくりきました。確かに。では続いていきましょう。これこれ、自転車。これさ、解禁の時に動画も出たじゃないですか。それでちょっと動画バージョンも出てるんですよ、実は。自転車漕いでる、あれゆっくり運転してるからさ、お母さんに、あんた自転車乗られなかったっけって言われて、もうこう撮影の時ってちょっとゆっくり漕いだりしてるんですよ、普通のスピードじゃなくて。だからもうヨレヨレになってて、それが映像で使われてて、はい、でも私自転車乗れます、よく乗ってます、自転車大好きです。はい、これは現地で自転車屋さんにお借りして、はい、乗りました。短パンでポロシャツ、そしてちょんまげスタイルでございます。これはもう珍しいよね、多分普段はこうやって前髪あったりするので。楽しかった、緑いっぱいで、もうこの日もとにかく暑かったです。ここにね、カラフルなお花とかもちょこっとあるの、ちょこっとですけど、ブーゲンビリアのお花とか黄色のお花とか、それもね写真集の中で何カットか出てくるので、ぜひそちらもお楽しみにです。懐かしいな、なんかでもよく見るんですよ、私本当に撮影が楽しくて、なんかもう行って帰ってきた次の日からずっと動画とか写真を見返してます、定期的に。はい、それぐらいなんか笑顔が詰まった、思い出が詰まった一冊になっております。はい、続いて最後にこちらですね、ベレー帽のショットでございます。これはバーナーヒルズっていう場所で撮影したカットになるんですけど、ここはねなんか遊園地みたいな感じで、でそれぞれの国をなんかテーマにした場所がたくさんありまして、これは登る前なんですけど、なんかねケーブルカーに乗って、まず最初はエスカレーターいっぱい登ったので、そこからケーブルカーに乗ってすっごい頂上まで行きました。山のすっごい上、結構見たことないぐらいの景色で、上まで行っていろんな撮影をしました。それの始まりの一カットになっております。それも早く見てほしいな、すごい可愛い写真がたくさん撮れたと思います。何とは言えないんですけど、はい、衣装チェンジしてあんな服装したりこんな服装したりとね、もうここもすごかったな、有名な、多分皆さんが知ってるかな、ダナンで有名な神の手、こういうなんかなってる橋あるじゃないですか、あそこも多分ここの頂上とかにあると思います。はい、ぜひ行ってみてほしい。これはこの上ではね、頂上ではバーナーヒルズの頂上ではゲームしたりとかアイス食べたりとかしました。いっぱい、結構ずっと楽しめる場所でしたね、ここは。そのケーブルカーがね何種類もあるの、だから行きたいそのところ、行きたい遊園地に向かうみたいな感じが、でまずこっち行ってからこっち行く、こっち行ってこっち行ってとか、本当に一日楽しめる場所になっているので、ぜひ
皆さんダナンに行った際は行ってみてほしいところだなと思いました。私も違う場所行ってみた、すごい楽しかったです。はい、では、あ、最後にこちらもうデジャブすぎる。最後に、はい、こちらです。こちら、はい、私の愛犬クマちゃんと撮影したんですけども、これは写真集に載ってない、あの掲載されてない写真、激レアショットになります。こちらはね、あの本日ショールームを見てくださった皆様限定で、はい、そのショールームを見てくださって、そこでご購入していただ予約をしていただいた皆様にプレゼントとしてこの特典ポスターがついてきます。クマちゃんですかわいい。私たち日向坂と同い年のクマちゃんです。はい、これ、一緒にお散歩したりもしました。初めてかな、多分こうやって一緒に撮影するのは。私、犬とクマ、あともう一匹ハッピーちゃんがいて、猫のアオちゃんがいて、3匹飼ってるんですけど、今回はクマちゃんと一緒に撮影しました。とにかく可愛いです。インスタとかでも私よく載せるんですけど、はい、ついにこうやって私のお仕事内にも登場しました嬉しいです。そうね、これはでも日本で撮りました。さすがにね、海外には連れていけないので、ぜひ皆様にゲットしていただきたいです。かわいい。なんだろうな、このエピソード。でも実はこの日ね、ハッピーちゃんも来てたんですよ。猫ちゃん、アオちゃんはちょっと猫なので外出するといろんな怖くてね、違う場所に慣れないので怖くて家でお留守番してたんですけど、ハッピーちゃんも一緒に来て、3人でも撮影はしたんですよ。だからもしこれから使われたり使われなかったりどうなるかは私もまだ分かりませんけど、登場するかもしれません。はい、そんなショットになります。だからハッピーちゃんもね、お洋服選んだんですよ。ハッピーちゃんは女の子じゃん。だからドレスを選びました。クマはちょっとむっちりしてて、なかなか全部入るわけじゃなくて、これが着れた、似合っていました。はい、ちょっとボーダーになってるんです、実は。可愛くて、でここはギンガムチェック、ちょっとチェックを多めにしてみました。可愛い、可愛いね、こうやって見るの。ほら見て、このここほんとポイント、この顔に蝶ネクタイとこのピシッとした感じ、わー可愛い。なんか結婚式かな、結婚式にお祝いに来た子っていうのがテーマかも、ね、清掃ですね。はい、させました。可愛いです。ぜひ皆さんゲットしてみてください。はい、いっぱい話しましたね。こんな感じでこれからも先行カット公開されていくと思うので、ぜひ皆さん、あの公式 SNS ですね、 X と TikTok、 あとこちらパンちゃんブック、ちょっとパンちゃんが難しいですけど、でもこれから多分パンちゃんはいっぱい使っていくので覚えてください。はい、パンちゃんブック X と TikTok ぜひフォローしてください。よろしくお願いします。はい、もうあと少しだって、早いですね。すごいたくさんの方が見てくださってる、ありがとうございます。本当に一日お疲れ様です。難しくないよって、あ、本当、私パンちゃんです。ミーパン、パンちゃん、はいミレイのとこ何もないですけど、パンちゃんでございます。インスタグラムないのって、インスタグラムはミーパンのインスタグラムありますので、そちらで発信していきます。はい、宣伝するよ。写真集おめでとうだって、ありがとうございます。嬉しいです。なんか今日っていうんですかね、今日の朝に発表させていただいて、なんかたくさんおめでとうっていう声をいただいて、友達にもお日様の皆さんにもいただいて、なんかこうやって私の写真集を皆さんが喜んでくださることがすごく嬉しいですし、私自身も本当に
もう最高な写真集が出来上がったと思うので、それを早く皆さんに見ていただきたいという気持ちでいっぱいでございます。ベトナムでお土産買った？買ったよ、みんなにもあげましたし、まだ残ってます。はい、あのそれこそナッチョ、ナッチョのインスタにお土産今日載ってました見ました、さっき。ミーパンパパは喜んでるって終わったら聞いてみます。ありがとうございます。はし、あ、そうだよ、みんなつぶやいてくれたミーパンパパおめでとう。今日あともうあと 1,2,3 時間ぐらいですかね。はい、今日お誕生日の皆さんもおめでとうございます。多分いらっしゃるよね、見てくださる中でお誕生日の方、おめでとう、素敵な夜を。はい、トレンド入ってたよ、だって嬉しい、ありがとうございます皆さん、嬉しいよ。パパいくつだって、あ、投票してみます。確かに、投票か。じゃあミーパンのこと好き、好きが1、嫌いが2、どうぞ2に入れたら怒るからねどうだどうだ、じゃあもう締め切るよ早っ、いきます、5、4、3、2、1、終了。どうだろう、できたかしら。すごいよね、こんなすぐに。あ、ちょっと、もちろん1だったんですけど、2に入れた 3.1% の皆さん、よしとしよう、これから好きになってくださいね。この写真集を見て、もっともっと、あの1番を選んでくださった皆さんはこの写真集を見てもっともっと好きになってほしいですし、2番の方、写真集見てください、そしたら好きになるもうやだこのハッピー人間、すいませんね、こういう人なんです。いいよ、ポジティブすぎて押せる、だって。そうよ、みんなハッピーに生きていきましょう、何でもハッピーにね、生きていったら楽しいんだから。そうよ、営業上手だって、ありがとうなになに、嫌いな人は見てませんよ、だって。確かにそうだよね、ありがとうございます、いじられたんだと思います。はい、楽しいね、嬉しいです。こうやって私も早く解禁ショット多分どんどん公開されると思うので、楽しみに、一緒に楽しみにしてます。私ももうね、解禁もそうですし、今日のねとかもそうだし、もう数えちゃうのよ、楽しみすぎて。でちなみに今日すごくテンション朝から高かったです。起きてすぐに何したかな、あ、だからそれこそクマにインタビューしたり、その映像を、まあ、載せられたらどっかに載せますね、の一応撮りはしたんですよ。はい、ただお尻向けられちゃったからそんなに映える映像ではないんですけど、はい、インタビューしました。朝から、そう、朝から起きて、そう、くまちゃんにインタビューしました。だって今日ショールームじゃんと思って、はい、何やってんだ朝からって。確かにね、なんか面白い話あったのに忘れちゃったな。あ、違うわ、違うわってなんだろう、ごめん、独り言です。朝からお尻だって。そうよ、くまちゃんのお尻見てきました。今日の洋服見せてだって、こんな感じ、黄色、じゃーん。そう、私のサイリウムカラーなので黄色にしてみました。ふわふわです、じゃーん、じゃらじゃら今日はお祝いなので、はい、嬉しいね、こうやっていろんな方、もう3万7000人の方が見てくださってる、ありがとうございます、幸せ者でございます、ハッピー私の愛犬もハッピーだし。赤飯や、赤飯、ん、どういうことだろう赤飯食べてください、赤飯好きです、私、栄養もありますし、お豆、お豆ね、16穀米とかさ、食べてください。あとはなんだろうな、あのビタミン C 取ってください、疲れてる時は特に、口内炎できてる時は特に。
赤飯炊いたって。炊いてないです。確かに炊かないとね。赤飯家で炊いたことないです私。え、ありますか。え、ですよね。あるのかな。え、じゃあそれ投票してみる。じゃあ赤飯炊いたことある人1、ない人2。はい、どうぞ。どうだろう。じゃあもう締め切るよ。5、4、3、2、1、終わり。楽しいねこの投票。面白い。おい、炊いたことある人の方が多い。2が70。あ、炊いたことない人、そうだった、2が炊いたことない人だから 75.5% でも炊いたことある人 24% いらっしゃいます。どうやってあんな赤くなるんですかね、ご飯が。大豆入れる？大豆？大豆ではない。小豆？あ、そうでした。小豆？大豆？一緒？あれ？なんだろう？わかんないな。なんであんな赤くなるんですかね。小豆の色だろ？だよ。確かに。すごいよね。あの炊飯器でできるのかな、赤飯で。何の話してんだろう。買って食べる。確かに私赤飯よく食べるんですけど、好きで買っちゃうかも。写真集記念で食べてる、だって嬉しい。ありがとうございます、お祝いだ。ケーキ買いたいな。確かに釜だよって釜で。あ、そろそろ赤飯の話ももうこんなところで。そろそろエンディングに。ありがとう、皆さんいっぱいコメントくれて。ごめんね、もうエンディングいっちゃうよ。はい、最後にじゃあスクショタイムいきましょうか。なんかすごいトーンを言われてる。赤飯、私赤飯なんだよね。修正しない。はい、どうぞ。可愛く撮ってね。ファースト写真2、ピュートゥースラブ、ありがとう。はい、こんな感じです。はい、今日はこうやって配信、私のファースト写真集発売記念を、何ですかね、お祝いした。こうやってショールームをね配信することができてすごく嬉しいですし、こんなたくさんの皆さんが見てくださってすごく幸せいっぱいです。はい、12月17日発売なので、もっともっといろんな方に知っていただけるよう宣伝もしていきたいなって思いますし、日向坂46として、いっぱいハッピーを届けて活動していけたらいいなと思います。いっぱいハッピー届けます。はい、ね、またしていいですか。ごめんね、すごいしつこいよね。でも最後に言わせて。じゃーん。はい、今日は配信ありがとうございました。ということで、今日の配信を見てくださった皆様限定で、今日ゲット、この写真集を予約してくださった方にこの特典ポスターをプレゼントいたします。くまちゃん、くまみーぱん、もともとのトレンドにしよう、トレンドじゃない、何でしたっけ、ハッシュタグにしようと思ってたくまみーぱんのポスターになります。ぜひ今日の10時までですので、はい、ゲットしてくれたら嬉しいなと思います。先ほど投票したようにこちらにメッセージとかね、サインとか、まあ何書くかは届いてからのお楽しみですけど、はい、お送りいたしますので、それはねプリントになりますので、そこら辺ご注意を。はい、はい、ということでこんな感じですかね。ありがとうございます。今日は本当に、あ、終わっちゃうね、悲しいけど。で、最後に公式 SNS である、あの X と TikTok がね、こちらpanchanbook でありますので、ぜひそちらもフォローしてください。特設サイトもあります。はい、ということで本当に本当におしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また絶対にお会いしましょう。そしてゲットしてください。バイバーイ。キラキラハッピー。